こんにちは。ともこの愉快な仲間たち、始まります。今日はゲスト紹介をさせていただきます。先月にお世話になりました、ゲストとしてお世話になりました琴音恵子さん、はい、琴音恵子さんに今度はゲストとして、ね、はい、来ていただいております。はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、恵子さん、はい、イベントはあるみたいですよね。はい、もう早速ですね。早速ですよ。早速早速紹介してください。早いな。早い。はい、こういうことは先にね。はい。10月の24日、心斎橋の、ザザっていうところで、人形ありますね。何の人形やったっけ、食い倒れ人形があります。その地下のところでね、やっておりますので、すぐ分かっていただけると思いますが、私は、2部の公演で、1時半からはじ、出入っていただいて、1時45分から、はい、1番目トップバッターで出ますので、はいはい、よろしくお願いいたします。遅れないようにね、はい、そうです、言ってましたね。そうですね。はい、はい、ということです、はい。まずそれが10月24日座談公演、はい、それから11月13日に京都の方の悠々日吉ホールっていうところで、うん、大ホールの方で、カラオケの発表会があります。それのゲストでね、こちらかな、ゲストで見えるか見えないかな、はい、ゲスト出演させていただきます。でその翌週の11月の20日には西宮の山口ホールというところでまたねゲスト出演、手まりさん、こちらの方は手まりさんの発表会。先ほどはキクちゃんっていうカラオケ屋さんがあるんですけど、キクちゃんっていうところの発表会です。そちらの方で出させていただきます。そしてその翌週27日は大東市の三条館っていうところで歌わせて、1時半から歌わせていただきます。ぜひ皆さんいらしてくださいませ。よろしく。忙しいですね。お願いいたします。頑張ってます。はい、頑張ってます。はいはいはい。はい、ほいでね、はい、ご自分の曲で一番好きな曲が、うん、はい、みんな好きですけどね。もちろんみんな好きですけど、今売り出しておりますからね。うん、まあ今の新曲、滝野英二先生の方に作詞作曲していただきました、大阪シネマと、それから女人情夢太鼓というね曲で、はい、歌わせていただいております。はい、はい、はいはい、私も聴かせていただきましたよ。はい、はい、ありがとうございます。いい歌ですね。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。まあ、はい、そんなとこで、うん、はい、私の方は今年はちょっといろいろとありまして、はい、はい、うん、今、うん、店長の方にコテージをね、はいはい、新築して、はい、11月の半ばにはもう、うん、お客様入れるような状態にねしようかなと思ってます、うんうんうん、でまた写真などね、はい、紹介させていただきたいと思いますので、はいはい、また出来上がりましたら、うん、今途中なんでね、なんか周りが汚くてね、うんうん、写真撮って皆さんにお見せするような、うん、じゃないんですよ、うん、で、まあ、ぜひとも、うん、今暇だったもんでね、うん、コテージじゃなくてペンションの方は、うん、パソナグループさんの寮としてお貸ししてるので、うんうん、はい、私もねちょっと、うん、遊んどられへんのでね、うん、横にちょっとコテージなどこしらえて、うんうん、っていうのは私とこはワンちゃんと一緒に泊まれる宿なんですよ、うんうん、だからぜひね早く開けてほしいっておっしゃる希望が多いんです、うん、もう20年もしてますのでね、うん、あ、そんなんなんですかね。そんなんなんですよ。だから、早いな。琴音さん、琴音さんとお会いしたのがその
固定、ペンションできる前ですよ。え、そんなでも前でも平成私18年からですから、うんうん、いやだから その前から私その前からおてんですか。いやおてはないんですけどね。おてはない、音楽やってはった。うん、そうそうそう、音楽の先生に一緒にあちこち遊びに、あそうなん、うん、作詞家にしてもらおうかな言うて言ってたらしい。ほんじゃ一生懸命いろんなところ紹介してくださったりして ね、はい、でもおしまいにもう、うん、自分の作った歌を、うん、出しなさいということで、うん、それで初めて作った歌が、うん、ただいま青春真っ最中、うん、だから20年前ですからね。もう20年とはいかないかな、うん、15年ぐらいになりますので、うん、やっぱり今よりもうんとお若くて、うんうん、ちょうどねいろいろあって、別れまして、うん、主人と別れて、うん、でまた青春をね、うん、取り戻すために作った歌なんですよ。うん、だからすごく楽しい歌でね、ちょっとコミカルなんですけども、うん、それで出そうか面白いからいうことで、うん、淡路島の上原先生とコラボで一緒に作らさせていただいた、うん、で編曲はね生駒はじめさんの、うん、娘婿さんなあこちゃんのね、うん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 、お婿さんで編曲龍也君がしていただきました、うん、そんなことで、私は歌は楽しい歌ばっかり、うん、面白い歌を作るのが楽しい、うん、楽しいのでね、うんうんうん、そのこう不倫とか恋愛で好きになってって言って、うん、もう情熱的な歌はダメなんです。ダメなんですね。ほいでね、お友達にもね、もうちょっと情熱的な歌ないって言われるんですよ、うんうん、だから情熱的な歌も作ろうかなと思うけど、私あんまり情熱的な歌は歌えないんでね、うんうん、だから楽しい歌、まあ、そんなこともないと思いますけどね、うん、だからすごく綺麗な声でこう、うん、どっちかというと歌謡曲っぽい歌をね、うん、作っていきたいなと思います、うん、はい、はい、まあそんなとこですかね、はい、今の近況は、はいはい、うん、ほんで、うん、それからけいこちゃんは何か、はい、お知らせしたいことありましたら、まあ、ぜひ、うん、と宣伝してください。うんと宣伝するってあれですけど、うん、もうせっかくPV でね、ビデオの方撮ってもらってますので、うん、せっかくですので大阪シネマを、はい、皆さん聞いていただきたいかなと思いますけど、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。それでは大阪シネマ聞いてください。私の愛は迷惑ですか？もしも時間が止まるならば、このまま二人を閉じ込めて、大阪シネマ明かりが灯る、あなたと出会う。
家路を急ぐ背中を向けて、だけど私を待ってる人どこにもいないわ。御堂筋大阪シネマ、話したくない、あなたの他には愛せない。大阪シネマ包んでほしい、胸も指も唇も。大阪シネマ明かりが灯る、あなたと出会った淀屋橋。シネマ、あなたが欲しい。昼も夜も真夜中も。よかったです。ありがとうございました。ドレスも素敵ですよね。ありがとうございます、はい、すごく素敵なビデオです、ね、そうですね。ありがとうございます。寒かったです。私と一緒やね。11月ぐらいかな。ああそうですか、うん、寒い時やね。寒い時です。だから、うん、あ今ちょっと待ってとか言われた時にはこうかぶってくるっていう感じ。ああ、そうか、あったかいもんでも飲んで、ね、そう、飲むまはなかったですけど。なかったか。そうですか、はい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 、うん、私はね、私もそうなの、うん、2月の終わりでね、まだ雪が降ってるかな、うんうんうん、でそんな寒い時で私も鼻水が出ましてね、うん、もうティッシュちょうだいって言っても誰も持ってへんって、道端の人がね、かいどうぞって言ってもらった。寒くてね、思った 鼻水が自然とこう出てました。ブサイクなね。それはなかったですけどね。なかった、よかったですね、はい、うん、私の場合だったらこのビデオ撮った間に鼻水出たりたら、これ撮ったらあかんよ言うて、ちょっと待ってちょっと待って言うて、うん、吹きながら、うん、それで、恵子ちゃんの、うん、と一番最初に会ったのが、うん、ゆうさんとこでね、うんうん、笹山の、笹山のね、うん、で、うん、ゆうさんのマスターっていうのが私の、まあ、作詞の先生、うん、で森岡秀明先生とお友達だったんですよ。ほ、うん、いで仲がいいから言うて、うん、あのよくあちこちあの知って、うん、その時に恵子ちゃんを応援したってくれ、これか笹山 の歌手にしたいねんって言ってからね、うん、一生懸命応援してました、マスターがね、うん、まあ今ではね、だいぶ名前も売れて、うん、すごいです。そんなことないです、うん、よかったですね、そんなことでね、まだまだ、はい、もうだいぶなるね。そうです ね、何年ぐらいでしょうね。ねえ、もう15年以上ですね。ですね。ですかね。ねえ、うん、あの頃は私も、ね、あの車ぶっ飛ばして、うん、あ、そうそう、走り回ってましたから。はい、はい、そうですね。そうです、そうです。スピード違反ばっかりで。免許取り上げられたのスピード違反ばっかりで、もういらないって言ってか、もう。もういいわ言うて、うん、もう遊びに行かないからいいよ思って、で笹山の方に一つお店もこしらえたんですよ、うん、カラオケ喫茶をね、うん、その時にも丹波の方で、ね、そうそうそう、その時に琴音ちゃんも来ていただいて、そうショーをやりましたね。はい、いただいたですね、ケンジロウ君と
健次郎さんはその時はいいな。違う、健次郎君はその前にして、その前にその後に、はいはい、あの川崎修二君、修二さん男前の子がおるから言うて、うんうん、いや、あの龍さんのマスターにね、うんうん、紹介されて応援して言うて、ほい、うんうん、で行ったら、あ、本当や、優しい感じの男前でした。ほい、うんうん、でそれで一緒に誕生日の日の、うん、しゅうちゃんの誕生日の日に、うん、あのね、恵子ちゃんと一緒にコラボで、うん、うちのお店で、うん、はい、ね、いただきました、やっていただきました。はい、ありがとうございます。もうそのお店は私が淡路島に移ったもので、うん、もう閉めてしまいましたけど ね、 ね、 ね、うん、残念ですけど、はい、その時はね、楽しかったです ね、はい、ね、後でね、ご飯食べたりして、うん、本当に、あの楽しみの一つとして、そうですね、うん、ダンスレッスン場と、うん、カラオケ喫茶、うん、こしらえたんですよ、うんうん、でそれで、ま、遊んでました、うんね、うん、でも早いですね、早いですね、いつの間にやら ね、 ね、いつの間にやらデビュー、そうなのよ、ね、いつの知らん間やいじゃねえ、みたいな、もうひあのコロ、コロナがあったでしょ、うん、であれでもうあの時にせやからパン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 と出したんですよ、うん、でコロナの前に最初出したんですけど、うん、それ出してから後にコロナになって、うん、で後の3枚はあのコロナ中に、うん、まだ収まってませ、うん、うん、一番それで一番新しいのがあの、うん、お漁師一代と、うん、それとあいあい朝です、うんうん、これが一番新しい曲で、うんうん、だから京子ちゃん、あの、うん、恵子ちゃんと同じぐらいの時でやね、うん、出したのね、うん、そうですね、うんうんうん、ちょっと遅くなったんですよ、うん、いつデビューされたんですか、え、いつデビューされたんですか、これのですか、うん、これはね4月の20日だったかな、うん、にあのレコード発売しました。え、うん、いつ、きょ、おととし、いやいやいや、去年、え、去年、去年のが初めて、いやいや去年じゃないわ、もう7月違いますね、6月にやりか、あのコンサートしたから、もうちょっと前ですよ、ね、そうそうそう、今年の4月のこれです、うん、今年の分ですね、けいこちゃんいつだった、え、これ私、うん、私去年の1月27日、うん、え、去年これこれして大阪シネマ、大阪シネマ、今年でしょ、去年あ、でも丸1年経ってる、もう経つんです、あ、そうそうなんです、うん、な、私の方がまだコロナでほとんど動けなかったという、あ、そうやね、う、大変やったね、う、うんうん、そうですの、もう1年経ってるんや、経ってますね、1年以上ですよ ね、 ね、もうすぐ2年になります、いや、皆様よろしくお願いいたします、もう皆さんね新曲出しても本当にコロナで、うん、もうそのまんまです、うん、そうです、ね、うんうん、そんなこんなでね、はい、で恵子ちゃん今度、うん、お店も持たれるって、ああそうです、そうです、11月のね、そうです、11月1日から、うん、あの京丹波町なんですが、上大久保っていう、うん、あのところなんですけどもね、うんうん、上大久保のそのバス停があります、その前です、国道の、まあ、9号線沿い、9号線沿い、ね、皆さん知ってるかどうかは分かんないですけど、うん、まあ、福知山の方向いて、うん、はい、9号線ずっと走っていただくと、もう右手に見えてきますので、うん、ぜひぜひぜひ、またカラオケ喫茶、カラオケ喫茶ことねでオープンします、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、よろしく、ありがとうございます、ぜひぜひ行っていただきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします、はい、いらしてください、はい、はい、まあ、来年の、うん、これは来年の話になりますけども、うん、来年の2月の座座劇場に、うんうん、道頓堀の座座劇場の第3土曜に、はいはい、月曜か、うんうん、月曜に、うんうん、あの出ることに決まっております、うんうん、私の部分は、はいはいはい、あ、初めてですか、初めてですね、うん、でそれまでにあのあれですね、うん、もうど
あんまりうろうろしないようにしてるんですよ、うんうん、一回コロナにかかったしね。あ、うん、でまだちょっと喉の調子もあの、うん、悪いんですよ。なかなかね、後遺症治らんでね、で私の友達も大変らしいので4回目にすごいすごかったらしいです。でザザ劇場のザトちゃんも4回目に ね、すごい出身ワクチン。そうそう、なんかそれねちょっとお聞きしてるから、うん、ちょっともう怖くて、そう4回目打ってないんです。そうですそうです。打ちました。僕は3回目までやった。3回目まで、うん、あ4回目はなんかね、まだ考え中ですね。ね、うん、なんか4回目は怖い、うん、なんかほとんど後遺症がすごいらしいですから、うんうん、4回目はきついってね。ちょっとね、もう、うん、もう3回も打ってたらできたん違います。こう、ね、3回でもねどこでもね行かれるし、うん、でも3回までは認めるんですけど ね、うん、ね、そうですそうです。まあ症状もまあかかってもまあまあね、うんうん、ワクチン打ってたら軽いと思う。ただね、年配の人はもう免疫力がちょっとね、うん、そんなに強くはないから、うん、ね、4回目まで打つのはおすすめされてるんですけども、うんうんうん、まあなんともないっていう方もいらっしゃる、いらっしゃいますね、ですけどね、やっぱり丈夫なんでしょう、うん、私らはもともとこの、あの胃を取ってしまったんでね、だからあの、そうなんですね。そうなんですよ。お初。え知らなかった、うん、いや私若い頃は胃があったからね、うん、ボリュームも出てました。あ、これそうなん、うん、で、歯もこれ全部入ればほとんど入ればっていうか、刺し歯入ればはガクガクするからね、刺し歯に全部しちゃったんですよ、うん、それからちょっとこう出っ歯になってね、うん、ちょっと笑ったらちょっと歯がピッとよく出るようになりましたから、うん、ちょっと嫌やなぁ思って、もう一回作り直してもらおうかな思ってるよ。少しですよ、言われへんと分からへんから、言われへんと全然分からない、うん、そんなんで、あのやっぱり歯はボロボロになったし、お腹は切るし切腹するしね、全部取っちゃって、うん、で、あのこれはスクリスガン言うてね、あの、うん、転移するがんなんですよ、うん、でそれで助かった人いないっておっしゃいましたね、うんうん、で私はあの早死にするって言われてたんです、うん、でそれが多分がんだろうな思って、うん、それは死ぬがんなんですよ、うん、ほとんどの人死んでる、うん、それがいくつぐらいでですか。まだ若いですね、うん、30代、うん、30代ね、でそれで切ってしまって、うん、だから転移を心配して一月入院しました、うん、これでも府立医大の先生って、うん、部長さんで、あの私の腸で胃を作ってくれてるんですよ、うん、だからちゃんと胃があるんです、うん、レントゲンできるって言うんですよね、あれね、すごいですね、ね、手術していただいて、うん、自分の胃腸で胃を手術して、うん、だからあのちょっとそんなんでよくこう救急車で運ばれていくんですよ、うん、詰まったりしたら、うん、苦しくてね、うん、そして行ったら、ああのわあすごいこんなん初めて見たっていう先生もいらっしゃいますしね、うん、だからすごい技術でしたけどね、いい先生にかかってよかったです。素晴らしい先生でね、それでもあまあぼちぼちとですけどね、あんまりたくさんは食べれないんですよ。でよくここに詰まるんです。うん、あんまり慌てて食べると、あゆっくりゆっくり食べないとね、それで何回もにあの分けて食べるようにしてます。でないと痩せてるのにね、また痩せたらもう骨と皮もええとこやから ね、そうなんですよ。私からしたら羨ましやけどね、太らないとね、ピンと張りが出ないでしょ、やっぱりね、太ってると何でもピンと張ってね、うん、ね、あの、まあね、琴音さんはね、うん、なんかむくみますむくみますそんなことね、青い人とは合わない人もね、いらっしゃる、ね、そう、だから私もあのできるだけ太れるようなもんばっかり食べてね、うん、甘いもんばたくさん食べるんですけど、糖尿にはならない、
その面ではすごくラッキーですね。そう、楽ですね。なかなか甘いもんばっかしか食べてないのに糖尿でしょう言うけど、そうほども糖も出てませんし、あの大丈夫みたいです今のところはね。だから甘いもん食べないと太らないから、できるだけ甘いもん食べて太って、ちょっとシワの一つでもピッとこう、はい、一生懸命食べてください。一生懸命食べて、はい、一生懸命、はいはい、歌って、そうですね。また私はでもいいね、すごい ね、そういうのを、あのまた歌の方にも取り組んで、そうです。すごく。で、私も昔からシャンソンが好きでね。シャンソンが好きでね。で、あの歌ってたところを森岡先生がお前歌うと上手いなって言ってくれたんで、そうって言いながら、あの歌仲間でカラオケで先生に連れて行ってもらったんで、先生も、曲出されてますのでね。で、あの先生の曲を歌わせてもらうわ言って、カラオケで出したんですよ。先生の曲でね。カラオケ全国に出てる。そう、男の街道を言ってね。で、これ男っぽい歌なんですけども、で、それをちょっとあのキャンペーンっていうかな、呼んでくださったんで行ったんですよ、田舎の方に。で、その時に歌った、その男の街道を歌い合った時は、もうみんなね、あの田舎ですから、あの飲んだり食べたりしながら、あの待ってるんですね。これであの発表会みたいな感じでお客さんも歌われてたんです。これで、まあ、ゲストの時になって私が出て歌いだしたらね、お客さんみんなシーンとしてくださいましてね、歌やな言ってもらったんで、もうそれがねやっぱり嬉しいです。そう、ね、それが嬉しくてね、キャンペーンみたいな、こんな私行ってね、こうてもくれへんし、もうあの聞いてもくれへんやろな思ったんやけど、もうガヤガヤ言ってたんが、一瞬シューンってシーンとなったんですよ、歌い始めたら。ほんでじーっと聞いてくれてて、飲んで酔っ払ってる人でもじーっと聞いてくれて、いい歌やなー言うてくれて、それ CD 持っとるか言うから、持ってきてます言うて、ほんで買っていただいて、嬉しかったです。だからね、もう本当にもう何でもないようなコンサート、あのなんかキャンペーンに行ってもガチャガチャしてても、聞いてもらわなくても、やっぱり一生懸命、聞いてもらいたいって歌うと、ちょっとごめんなさいね、きっと起きます。はい、ボディの作業。はいはい。あの時々お友達から。で、そんなんでね、すごくあのキャンペーン行ってよかったなと思って、これがキャンペーン行く楽しみかなと思ってね。ほで私も頑張って。行きたいなと思ったんですよ。だから今度新曲出したから、これをね、あのこれでずっと回っていきたいなと思って、知り合いを、まあね、初めて行くとこ、私もキャンペーンみたいなしたことないから分かんないんですよ。舞台で歌ばっかりしてたから、キャンペーンってほら賞味でしょ、ね、で直接だからね、やっぱりいいですよね。よしわしはもうすぐ分かるんですよ。やっぱり舞台の上だったらわからないです。そんなんで、またね、来年私も、コンサートしようかなと思ってるんですよ。それまたゲストによろしくお願いします。本当に素敵な人ばっかりね、応援にゲストに出ていただいてね、お客様をすごい満足して帰られましたね、ハルカスの時も。変えられましたんでね。そういうところでできるっていう ね、 そうね、すごい力がね、あれはる、ハルカスもやし、あの通天閣もね、おすごいね、はい、出られていただいて、いやそうじゃなくて、チーフプロデューサーの小松さんって方がいらっしゃって、もう古くからそういうイベントのプロデューサーしてはる方がいて、その方が応援してくださってるんでね、何にも知らないんですけども、ちゃんとこうするんですよって言って、もう1から10まで全部教えていただけるんです。だからできるんです。だから
あのいい人に巡り合い、そう、巡り合い、ね、そうなんですね、巡り合い、そうです、巡り合い。でわがままなもんでね、したいことしてる私ですけども、あいで巡り合った方がすんごくいい人ばっかりでね、本当その人のおかげで楽しませてもらってるんですよ。でもそれはね、あのトモコさんの人柄というか、人柄ってあんまり素直さっていうか、ね、そうですね、あると思うんですよ、ね、そこまで褒めていただいたらちょっとこそばいいんですけど、でも私はあんまりね、あのくよくよしないんですよ、あの理解、その時にあの悩み事があって、それがもうその収まらないって言っても、一日寝たらね、考え方が変わるんですよ。だから寝、そうですね、もうその時にもう解決できないもんでもね、また休んだりすると答えられるようになるので、もうくよくよしないんです。でもよくありますよね、問題があっても一回寝てくださいと、次の日に考えましょうっていう。そうですね、寝てなんかリセットして、リセットして、そういう経験ありますか？そうですね、なんかこうその前の日まではなんかこううーってなってても、次の日にはまあ本当にリセットじゃないけど、なんかふつふつとあの、こうこみ上げられる、なんか違う自分になんかなり変われる時が、スイッチがあるんですね、なんかね、ありますね。だから悩むっていうのはいいことですよね。ぶつかり、壁にぶつかったら、もう絶対に解決できますからね、絶対にもうそれで落ち込まないように、前向きで考え、でもいつもね、トモコさんがね、なんかいつも前向きに、そうです、そうです、もう後ろ向いたって仕方ないんですよ、仕方ない、そうですよ、ね、帰ってこないからね、それはね、あります、それは言えるね、まあ、教訓にしてはおりますけどね、こんなことしたらこないなったんやから、今度から気をつけようとかね、それだけはもうちゃんと、だからもう失敗ばっかりしてます。失敗して、ね、賢くなるんですから、失敗せんと、ね、順調満帆にいっていた、人は多分いないんじゃないですかね。なんかね、悩む、学ぶこと誰でもみんな待ってますよね。でもまあ一日あの自分の有意義な時間が過ごせたら、一番あのいいんじゃないかなと思いますね。だから一日一日大切にしないと、そうですよ、そう思います、素晴らしい。ビデオの方は、ビデオ、ビデオ、はい、アイアイガサですね、これはね、あの中原翔先生が作詞していた、作曲していただいて、で上谷良子先生、この方が作詞なさったんですよ、であの作詞がなさった上谷先生はすごくあの可愛らしい先生でね、またゲストにお呼びしてもよろしいでしょうか。いいね、先生ね、あのすごく可愛らしい先生でね、あのこんな詩をね、夫婦愛を、っていう、そういう詩作ってね、そうなんですよ。で この曲や、あの曲は男の人の気持ちを、女の人が歌うと、いうようなあの感じでね、男の人はこんな気持ちでいてるんじゃないかと言うて、上谷先生は作られた詩なんですよ。だからあの今まで苦労させてごめんねって言ったけど、これからもよろしくねっていう相合い傘なんです、そういった歌です。はい、はい、ビデオを見ましょうか。はい、よろしくお願いします。東京で
女は愛嬌、義理も情けも風に舞う。こんな時代に出会えた二人、濡らしはしない、さつき雨泣かさない、離さない、寄り添えば温かい。雨が降れば愛、愛傘で人生の花そっと咲く。承知の笑顔でついてくる、渡る世間は向かい風。そんな浮世で離さない、人並みの暮らしにも雨が降れば愛、愛傘で幸せの花ない離さない、寄り添えば温かい。雨が降れば愛、愛傘で人生の花素敵、ありがとうございます。人生の花がそっと咲くね、ね、ですよね。そうですよね、本当にそっと咲いたり ね、 ね、そっと咲いてほしいわ、うん、そっと本当や ね、 ね、うん、あ、私はもうええわ、いいですか、もういいです、支えいりませんいりませんか、いりません、うん、皆さん どうぞ仲良く、うん、末永くね、うん、あの支え合って、うん、どうですか言ってください言って、うん、いいんですよね、思いますけどね、うんうん、でも自分のことになったらね、うん、やっぱり一人気楽なとか、まあ、気楽は気楽ですよね、思ってしまうんですよね、それは自由気ままにね、そうそうそうね、の過ごすことができるからね、うん、だから
うん、ありがたいと思ってます、うんうん、で自分の好きなことをやらせてもらってるので、うんうん、本当にそうです、ね、周りの人には絶対皆さんにお世話になってね、うん、私も気ままにさせていただいてるかもしれません、ね、自分の好きなように。いやで、あの店をするにあたって、うん、ちょっとまあ仕事もちょっとしてたんですけど普通にね、はいはい、うん、でもそれをやめてこれにかけるわけですけど、うん、やめてから事後報告を娘と息子にしたら、うん、なんでそんな大事なこと言ってくれへんのって言われました。いや、そうでしょうね。言わなあかんかったんやと思って。皆さんね、うん、ご家族の人が、うん、本当に気にかけていただいて本当に、うん、ね、ありがたいですね、うん、まあ、ね、私はもう、ね、一匹狼で好きなことして、うん、やってますからね、うんうん、だからもうこれで好きなことやってて、あの誰にも口挟むことはない生活してたらね、うん、もしあの好きな人ができて、うん、一緒に生活して、うん、行こうかという気しないですね、やっぱり、うんうん、一緒には住みたくないですね。いや本当にね、まあ、遊びにパートナーとして、ね、そうデートにデートしたりするんだったらいいでしょうけどね、それは感じますね、やっぱり。で私の束縛されたくないんですよね。そうずっと束縛されてましたから。それ言おうかなと思ってた。やっぱりね、相手がいてたらね、相手のことを気遣うでしょ、うん、もうすごい気遣うから、うん、あのなんて言うんだ、頭に円形脱毛症ができたり、うん、随分しましたね、やっぱり、うんうん、でも一人になったらできません、うんうん、まあ年がいってきたら毛が薄くなるっていうか、それだけですね。あ、ハゲてた、円形脱毛症ができてハゲたら、えらいことですね。カツラでごまかさないか。今のところはまだ大丈夫みたいなんでね。それでもやっぱり人生って、うん、面白いですね。ね、うん、でもまあこういうことしてなかったらいろんな人と出会わないですもんね。いえいえ、ペンション してますので、あ、うん、あ、いろんな方とお知り合いになるんですよ、うんうん、それとも もうビルを 何本も持っとう人とか、うん、そんな人もいらっしゃいますし、うん、かといったら50過ぎたらリタイアで、うん、ランボルギーニみたいなあの子、あの車に乗ってね、うん、ブエーッと走ってね、うん、楽しんではる人で、これ、うん、エーゲ海に別を持って、そう言ってなんかすごいですね。すごいです。なんかあの大きな方が多いですね、うん、なんか割とね、うん、そう周りね、ね周りの人ね、すごい、ね、すごいですね、びっくりしましたよ。ほんで、あのいらっしゃるお客様はね、あのなんていうのかな、アシスタントパーサーね、あの、うん、飛行機のうん、上ね、うん、パーサーの人もいらっしゃったりね、はい、それからあのクラシック、なんかクラシックのな何をなさってる方かな、すごい人もいらっしゃってね、うん、ここでアシスタントパーサーはね、うん、私らもどっちかというと英語も苦手な方やから、うん、わかんないんでしょ。ほでもやっぱり旅館やってましたら、うん、英語でスペル書かないと読めないんですよ。ほんで全部英語に訳した時に L と I、うんうん、ね、うん、大文字の I と、うん、L の、うんうん、大文字の、うん、あ L と、うん、で大文字の I と同じなんですよね、うんうん、でもそれはね分かるんです、間違ってるって、あこれダメ、大文字の L だわ、じゃ大文字の I だわって、うん、もう分かるんですね、こうピャーと私が書いてたら、うん、これも下手やからパソコンで、うん、パソコンで打って、うんうん、ちょっとパソコンを早いこと覚えないと思ってホテルする前に、でもすごいね、パソコンのね、うん、まで勉強されたりすると、うん、でもね、パソコンもあのしなくなったらね、やっぱり使い方が分からんようになりますね。どうですかパソコンの方は、うん、あの、まあ、ジムとかもしてたから、ああそれは、ね、うん、だからそれは
少しはねしますけどね、うん、だからでむか難しいことはできないけどね、うんまあ、ちょっと表を作ったりとか、うん、まあそう簡単なことぐらいね、うんうんうん、そうですねパソコンって便利ですもんね、うんうんうん、ほんで教えてくれるしねわからなかった、うん、ちゃんとパソコン ね、うん、機械がね、うん、どうやったらできるのをちゃんと教えてくれるから、うん、結構あのだから最初の時はパソコン買った時は古いパソコンで打ちなさいって練習しなさいんですよ、うん、ほんで一生懸命もう分からんでも打ってたら分かるようになるから、うんうん、古いの買えて最初にええの買うたら、うん、あの壊れるから壊れてもええ古いのを買いなさいって言われてねそんな壊れることもないと思いますけどそんなんで自分で覚えよう思って、うんまあ、シンプルなやつね、うん、そうそうそうややこしいパソコンではなくて、うん、シンプルなやつ、うん、シンプルも何も知らなかったんやけど、うん、パソコンであの営業するんやったらちゃんとしたパソコンを打つのはやっぱりある程度できてないと壊したり、うんする境に、うん、もう古いのこうで練習しとか、うん、言われましてね、うんうんうん、なんでそうかな思いながら、うん、むちゃくちゃしてたら結局は潰れてしまいましたけど、ね、分からんようになって結局壊した壊しました古いのでよかったです、うん、でそのデータをねバックアップ し,、うん、あのして置いとんですけど、うん、使うことないですね、うん、バックアップしてみたもんでもたまにすごいなんかパソコンが壊れた時に、うん、なんか不具合になった時にバックアップはすごく助かるのよ助かるあーなるほどデータが全部もうパーになった時ああバックアップ取ってよかったーってこれもそうですねそうですよ ねソフトバンクも、うん、ソフトバンクじゃないこれも ね、うんうん、あのデータ取っといて、うん、置いとくとねそれをね、うん、大事なデータね、うん、大事なデータを置いとくと、うんそううん、でもいろいろねなんかのそれがあってまあいろんなご縁とか、うん、あのペンションの方とか歌の方も、うん、両方ともいろんなね方と出会えることができて、うん、すごく恵まれてますよ ね、そうですねラッキーですよ ね、うん、だって歌しなかったらこういう番組もそうですできなかったし、うん、琴音さんとかはねそうそうですそういう私も琴音さんとお出会いしてなかったらね、うん、もうちょっとね寂しかったかもわかんない、ね、お出会いできたからそんなことはないねまだこうパーッとね、うん、あの楽しい、うん、お出会いが琴音さんはすごくシンプルな人ですごくパーッと心も広いしそうですね喋、ね、りやすい ありがとうございます、うん、だから、うん、ご苦労なさってるんでしょうねいい出会いだなと思うんですよね琴音さんはねそう思うかどうかわかんないんですけど、どうあの出会ってどんな感じ、はい、そうなんかね私一生懸命ずっとのさんの応援してたんです、うん、恵子ちゃん、ほんでゆうさんがねあの恵子ちゃん言うてから私が行くとすぐ呼んでくださるんです、ね、でいいねまあ、たまには、うん、いない時もあの忙しい時は来られなかったけど、ね、いる時は必ず行きましたね。そうそうそう。ね、で私がもうずっとあのママって言ってたからずっとママ感覚ですね。だから可愛くてね、うん、本当に。そうね、うん、であの、うん、応援したってって言ってユウさんが言うしね、うん、まあユウさんにはいろいろとお世話になってんですよ。うん、っていうのもイライラした時ユウ、うん、さんのところ行って、うん、歌って、うん、ほいであのもう帰るの。めんどくさかったここで寝て帰りって言うんですよ、うん、いや本当にあそうです、うん、だから寝て帰りましたもんほんで朝帰るんです朝帰るんですよもう夜遅くなったからもう、ねうん、寝るわそれがいいかもね、うん、だからもうね何人かいらっしゃいますやっぱりね面白いからね、うん、もうあの飲んでねもう寝転がってね、うん、って行くんですよ、だからそういうと気さくなお店で、うん、そうですね、うん、お出会いしてよかったです、うんうん、よかったです楽しいですよね、うん、だから人の出会いっていうものは ね、うん、そうですまたあの、うん大阪シネマの話変わりますが、うん、カップリングというかあの、うんうん、滝野英二先生にもう一曲作っていただいてるんですね、うん、その歌でかけていただいてもいいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。女人情夢太鼓です。よろしくお願いします、ね、いい滝野先生は本当にいい曲使われる方でね、はい、作られる方で、うん、すごいですね。大阪シネマとね、うん、全然違いますけど、はい、お願いします。おお、太鼓。石ころ茨道
これは、はい、あのパンチのあの言うてね、はい、本当はねこれが、うん、表に出る予定やったんですで、アレンジの方とかもね一生懸命先生がしていただいて、そうですね、はい、これはこれねパンチがあっていいな思って、うん、だからこの歌は、うん、あの一番最初に出した暴れ林、うん、うん、あれも大好きで、うん、でこっち恵子ちゃんあれ、うん、出たら絶対歌ってねって言うんですよ、うん、暴れ林、うん、このもええ歌なんですよ、すごい、うん、ちょっとパンチのある、うん、そうだね、うん、でだから私もまあカラオケ行ったらね暴れ林まず歌いますね、うん、ありがとうございます。ほんたらあのやっぱり発表会でええ歌やなあ言うて、うん、おっしゃってね覚えましたわ、うん、暴れ林を、うん、覚えて発表会に出してましたよ、うん、あ、まですか、うん、私が行って歌うからね、うん、教えてくれ言うて、ほんたら、うん、これも良さそうやから、うんうん、これもちょっと宣伝して、はい、知りたいな、うん、そのどっこいっていうところはあの滝野英治先生と私と二人のどっこいが入ってるんです、うん、滝野英治先生であの、うん、そういうこう、うん、まあ掛け声とか愛のって、うん、そういうのはされたことないんですって。そうでしょう、初めてなんです。多分そうと思います、うんうん、素晴らしい、素晴らしいですね、うんうん、私らもとても滝野英治先生のようなね有名な方になかなか作詞していただけないから、もうしょうがないと、いやしていただけるかと思います。楽しい、自分の歌を、自分の歌をね。であの今度ねあのジョンガラジャミセン、うん、あのが入った歌をね、もうぜひとも歌いたいな思って、うん、今いろいろと画策して頑張ってるんですよ、うんうん、今度新曲の時にね、うん、新曲の時にこの優しい人とか、うん、あの岡田先生これも私によく合ってるし、うん、これでずっとこのラジオで流してるんでね、うんうん、だから覚えてくださるのでこれもねやっぱりあのそうだね、またこのカラオケにきちっと入れて、ね、入れたいなと思ってます、うん、はい、分かりました、ね、はい、でこれをね今度ほら英語版で、お英語版にしてほしいんですよ、おゴードンさんに、あゴードンさんに、ゴードンさんはできると思う、できるからね、でもゴードンさんにこれ訳してもらってね、ゴードンさんはミュージシャンだしね、そう、ほいであの出したいんですよ、うん、よろしくお願いします、うん、郷敦さんに言っといてください、はい、今度多分第一土曜日に彼が番組ゴスペルの番組こっちにされてるから、また言います、言っといてくださいこれをねぜひぜひ、だからこれも持ってきてますので、うん、もしこういう歌曲なんですけどもあの、ね英訳にして、そうそうそう、はい、彼はねなんか 作詞もしてるから、してるから、ね、言葉、ね、うん、選びは多分多分ねできると思うので、これも優しいあの男性にね、うん、やっぱり別れようかと思ってるような男性、うん、いやけどもその引き止めたいわけなんですよ、うん、一緒に降りたい、引き止めたいいう嘘をつくんですね、うん、やっぱり自分のふるさとはお前だよっていう嘘をついてでもね、うん、引き止めたいわけなんですよ、うん、ね、遊び好きな人やから、うん、あちこちふらふらと浮気ばっかりしてるからもうどうしようかいうような男性をなんですよ、そんな歌でね、面白い歌ですね、でだから面白いと思うんですよこれね、わかりました、じゃあゴードンさんに伝えてください、ゴードンさんによろしく、はい、英語版でこれ、はい、CD 作りたいな思って、まあ、多分ゴードンさんから直接に電話かけてくるかもしれない、もしあ本当に、うん、それ言ってたから、ね、ああいうつむこさんに、わかりました、いやもう本当に奇遇でね、うん、うん、もう、はい、ちょっとあのいろんなことでね、はい、はい、ありがとうございます、はい、お知り合いになったもんで、はい、だから今日はねありがとう、なんかねあの新しい企画も考えたら、うん、楽しくなるかな思ったりしてね、うん、これからもどうぞよろしくお願いします、いっぱい考えましょう、はい、そうですよね、はい、うん、またよろしくお願いします。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、はい、それでは皆様ありがとうございました。今日のパーソナリティはともこで、はい、ゲストの方は琴音恵子さんでした。はい
どうもありがとうございます。ありがとうございました。リスナーの皆様、よろしく応援お願いします。はい、ありがとうございます。